どうもそこは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、第542回ロト7解説動画やっていきたいと思います。でー、はい、と今回なんですけども、542回はキャリーオーバーね、残念ながらないんですよね。まあちょっと寂しいなと思いながらなんですけども、まあとはいえ1等当てたり2等当てたりしたら、まあ普通の給料では考えられないぐらいの金額がドボンと入ってくるというところなので、まあなんかね、燃え上がるふつとしたこう情熱を注げるかというと、別にそうでもないのかもしれないんですけども、別にキャリーオーバーあるから1等取れたからすごいとか、キャリーオーバーないから1等取れたからすごいとか、そういうことじゃなくて、とにかくまあ自分の目標としてはやはりね、まあミニロトは1等当選させたと。じゃあロト6、そしてロト7もまあ1等ないし高額当選狙いに行きたいぜというふうに考えておりますので、しっかり解説やっていきたいと思います。では542回解説動画やっていきたいと思います。即戦金、はい、参りましょう。まずは最近の傾向、見ておこうね、ということで、こちらでございます。はい、532回から541回までの10回ピックアップしておりますが、まず、あれ回ですね。僕の定義としましては、同じ桁のものが4つ以上ですね、出た場合を、あれ回という風にさせていただいておりまして、現状10回で見ると、534回と541回の2回、ね、あれ回が起きているんだぜと。じゃあ、パーセントで見ると20%で、ま、あれ回は比較的ちょっと少ない流れなんだ、今は、という風に、まず頭に入れていただきつつ、さらにどの桁で荒れてるかっていうのも見ておこうぜということで、こちらでございます。はい。で、まあ、10回中2回ある中で、10で1回、20の桁で1回という状態でございます。まあ、正直これめっちゃたくさん起きてるわけではないので、じゃあ今回荒れますか荒れませんか、わかりません。わかりません。はい。で、じゃあ、どれで荒れますか？わかりません。ただ、現実問題、現状として起きているのは、10と20で起きていることが多いので、まあ、ロト6とは違うので、あんまり1個の桁バンって削除するのはお勧めしないんですけど、じゃあ、削除するとすればどれですかってなったら、1の桁と30の桁を削除するっていうのが、まあ、合理的な考え方になるのかなというところでは思っております。ただ、まあ、現状ですね、今、同じ桁のものが3つよく出るよっていうものがあるので、まあ、それが、現状10で6回起きてるんですよね。で、そう考えていくと、3つ出てるよねというものを桁で削除してしまうと危ないので、まあ、じゃあ10の削除ってやめた方がいいよねっていうのが、まあ、分かってくるかなというところなのでございますが、まあ、とにかく、今荒れるか荒れないか、まあ、分からない。ただ流れとしては少ないよと。で、1個の桁削除するとしても、10は絶対やめときなっていう状態ということで、皆さんご用心ください。はい、行きましょう。前回最後の出現ランキングなんですけども、こちらでございます。はい、一応まずこの表見ていただくと、まず縦にね、見ていただきたいんですが、私ですね、一番先頭に出るものを1列目、そして2列目、みたいな感じで、まあ7列あるよという形でお話しております。で、まあ各列ごとに見た、まあ前回細分でございますが、まあ出ないところ、絶対出ないところと、いや、ここ出ないんだっていうところが2つあるというところなんですね。まあ、1列目分かりやすいんですけども、出てないところって22から37までのエリア出てないよねと。で、これ見ていくと、要は、まあ、30、31、32、33、35、36、37、8個になるんですけど、まあ、そういうパターンもあってもおかしいわけじゃないですか。ボーナスも入れたら。で、でもじゃあそこ考えると30ぐらいまでは、まあ、1の桁としては出ないよねと。ことがおかしいじゃないと。で、22、23、24、25、26、27、28、29、3、30ね。このあたりまで、いえ、出てもおかしくない、出てないやんってなると、じゃあ、一番最初の1列目、番号を選ぶときに、とりあえずまず一番最低限1から21の中から選びましょうねと。で、さらにここ見ていくと、10年やってるロト7。その中で1回しか出てないものだったり、まあ、ね、10年やってるんで、10回以下というものは1年に1回も出ない可能性があると。いうふうに考えるとかなり絞り込めるやんっていうのが、まあ全部の列ありますよと。とにかくまず絶対的に知ってほしいのは、列ごとに見ると、出ているところ出ていないところがしっかり分かってると。で、かつ絶対ゲームの性質上出ないところと、そうじゃなくて単純に出てないところがあるんだぜっていうところの、まあ、ちゃんと取捨選択分けて考えないと、じゃあ、なんかわからないですけど、とりあえずま、30の桁7つ揃うことだってあるよね。30から37まで組む。はい、最悪です。ほぼ出ません。
等や2等当てたいって思うんだったらそういうのはやめた方がいいですね。まあ別に6等とか5等とかでいいんですっていうんだったらまあそれはありだと思いますが。まあとにかくやっちゃいけないことが分かってくるよねっていうのがまあこの表で分かると。で、さらに一応おさらいでこちら。はい、文字起こししております。1列目から7列目までどれぐらいの幅で選んだらいいんだというところなんですが、まあ一応これ出現ベースでやっているので、現在まあここで見ていくと5列目30個めっちゃむずいぜと。いや、ほぼもう網羅してるやんと。いうところなので、まあ5列目に必要で時間使っても多分解けないよと。で、7列目なんですけども、ここが一番簡単です。18個です。もうほぼ倍ぐらいね、5列目と違うんだぜっていうのがわかるので、まあもちろん列ごとに見ると、要は何が出るかどうかっていうのはまあ別の話として、ここからここで出てるんだっていう結果があるので、まあそこを参考にしていけば、例えばじゃあいきなりね、何回も同じ話で申し訳ないんですけど、30を一番最初に選ぼうということが、どんだけ難しいことをあなたがやってるのかっていうのが、まあわかってくるんですね。じゃあ次の番号で31からじゃないと無理だよね。じゃあその次って30、まあ、2じゃないとダメだね、みたいな風になるんですよ。なので、まあそれ非常に、必然的には、まあありえないものもございますので、ありえないものじゃなくて、まあじゃあちゃんとまともに考えるとしたら、まあ指標として、まあとりあえずこの幅の中から番号を選べばいいじゃないと。せめてね、わからないながらに。じゃあそう考えても全パターン。ね、計算していくと確率で出して、でやればね、わかるわけじゃないですか。わかるんですけど、全パターンはそもそも違うと。でも出ないわけではないんですが、確率と、現実は微妙に違うんだということもわかってくるというところですね。で、さらにこちら。はい。これは各列ごとに、横に見ていただきたいんですが、まあよく出てるトップ5ですね。いわゆる常連数字、ピックアップしてるんですけども、ここでよく見ていただきたいのは何が何回出てるかじゃないんですよ。色。文字の色が変わってるところ、例えばここだったら6、27、23、28、34、34、37とね、色が変わってるんですよ。これが前回の当選番号です。はい。なのでまあこれがあるかどうかをちゃんと考えた方がいいよ。じゃあこれを例えばなんですけど、まあ1位から2位まででしようってやったら6と27、23と37しか選べないじゃないですか。もちろん少なければ少ないほど、そこに入ってたらいいんですけど、教科書としては、じゃあ100点取る教科書なのか、90点取るための教科書なのかっていうところが、まあ変わってくるんで、そこ皆さん結構、コンセプトちゃんと考えておかないと、何等取るための指標データがこれなんですよっていうふうに、出してるかどうかですね。だからたまたま当たりましたっていうことももちろんあると思うんですけど、じゃあそれたまたま、を再現してもう一回やろうってなると、多分それできないと思うんですよね。なので、まあ、ちゃんとまあ確かに数は多いんですけど、しっかり正解が整っているかどうか、あるかどうかっていう指標を作り出すことがまあ非常に重要だということですね。で、さらに、列ごとに、よく出てる数字たちが並んでいるんだから、どの桁がよく出てるか、何列目に何が多いのかっていうのがわかるよねっていうので、こちら。はい。1、1、10、10、20、30、30。これがまあ、基本ベーシックだよと。あくまでもね、ベーシック。これが必ず来ますよね。基本の考えなので、まあ先ほど申し上げたように同じ桁のもの全部並べますっていうのが、まあ非常に、どれぐらいちょっとこう基本とはかけ離れてるかという、その、こう、大技を使ってるかどうかっていう風なご理解はいただけると思うところです。で、まあかといってもちろんね、これが絶対っていうわけじゃないんで、また後で違う指標での応用編のお話もしていきます。で、さらにこちら、削除しにくい数字というものがありまして、これ、ここに今現状10個あると思うんですけど、これ何ってなるとこちら。はい。で、ここなんですが、何がどうなのっていう話を言うと、わかりやすい数字は5です。はい、5。ここの数字の中で5というものは1列目の5位だって、あるんですけど、2列目の4位でもあると。つまり、どっかの2つの列で、よく出ているんだぜっていう数字たちなので、じゃあちょっと削除するの怖くないっていう風になりますね。ごめんなさい、これ9個ですね。17は違いますね。間違ってますね。はい。なので17消してると思います。9個です。はい。なので、まず何かを僕減らさないといけないと思ってます。37個を、まあ、極端な話、30個減らすのが大正解引けた場合、残った数字で1等取れるんですよ。1等ね。ただ、それが難しいよね。みんな、こう、頑張って予想するにあたって、その7つを見つけるんだ、ドラゴンボールを見つけるんだ、というふうにやってるんですけど、実際問題、それが難しいから、じゃあ、とりあえず37個を30個にしてみよう。なんだったら、25個にしてみよう。みたいな風な、まあ、考え方をした方が、僕は、まあ、勝率的にはいいんじゃないと思ってるので、
まあ、じゃあその中で減らさない方がいいやつとか、まだ減らすにあたってちょっと注意した方がいいっていうのがこの10個ですね。10個です。はい。で、さらにこちら。先ほどの表を重複分省いたら何個あるんだと、何個の表だったんだというふうに見ると32個なんですね。で、ここにないものが5つあるということで、14、16、20、25、33。この5つだよと。で、さっきと逆ですね。これはもう削除する。指標としてまずは一つ使おうじゃないかという話なんですけど、なんでなのってなると、要は前回細分、ね、列ごとに見て、まあ重複してるものもあるんですけど、そこの中に出てない、トップ5に入れていない数字、どの列でも存在してないんだよ、っていうのがこれなので、じゃあこれ、まあ出ない可能性あるよねっていうふうに、まあ、決めつけていくことが、まあできるやん。まあ絶対じゃないですよ。決めつける、まあ一つの指標だということでございます。はい、じゃあ行きましょう。出現が少ないアンダーファイブですね。前回細分においてですね、何が一番その確率で少ないんだっていうのを見ていこうぜということで、こちらでございます。はい、ここね、1個だけですよ。赤文字に点灯してるのは。つまり、前回は、3列目の23。これを抑えるのが難しかったんだよねっていう話になるんですよね。はい。久しぶりです。今まで来てなかったので、まあ、ちょっとだから、それで言うと流れ変わりつつある変革期なのかもしれないんですけど、ただ、じゃあ1列目、16、20、21はまあやめた方がいいよ。なぜなら10年に一度の数字だよっていうことになるので、まあ、この表の特に1位のとこですね。1列目だったら16、20、21、2列目だったら25。まあ、みたいな感じでまあ いっぱい数字があるわけなんですけど、まあ、それは絶対やめとけっていうのがわかる表になっております。はい、参りましょう。トレンド数字でございます。先ほどの前回細分はたくさんの歴史がある中なんですが、今回も最新の10回分だけ入れていこうぜということで、こちらでございます。はい。で、ここも、まあ、見方としては同じですね。基本的に白いところあって、色がついてるところがあると。で、まあ、10回分だからそれは白いところ多いねっていう話ではあるんですけども、ここでよく見ていただきたいのが、最大出現回数ってどれぐらいなんですかねっていう、同じ列で同じ番号ってどれぐらい出るんだろうっていうのが、まあ、見ていると、今のところ高い数字で言うと、6列目、28が4回出てるよねっていうね、ところでございますが、まあ、最近ちょっとね、この6列目の28が僕にとってちょっと癖玉だなと思ってるので、これ邪魔だなと思ってます、正直ね。はい。で、他見ると大体マックスで3で、その次で2で、あとまあ普通に1ですよね。で、考えていくと、じゃあ固定数字でやってるんですっていう方いらっしゃると思いますが、まあ各列見ていって、で、例えば10回単位でね、見ていくと、まあ例えばじゃあそうですね、36、7列目の36固定してるんですっていう方がいれば、まあ例えば3回ぐらい一致したらその後変えた方がいいよっていう、大体3回ぐらいだからっていう話ですよね。だからそういうのをちょっとこう全部変える必要ないにしても、1列目だけとか2列目だけ、どっか好きな番号があるんでそこだけやってますっていう方いらっしゃれば、まあできるだけ前10回ぐらいで見て、あ、4回目来た、3回目来たみたいな感じだったら、あ、ちょっと変えよう、この何回か変えとこうみたいな風にやった方が、おそらくいいと思います。ただでもどれ来るか分かんないから、まあある種固定数字って、まあちょっと運要素強いじゃないですか。来たら強いんですけど、全部に入れるみたいな感じしたら強いんですけど、ただ、まあちょっと厳しい側面も実際あったりするので、まあそのあたりはしっかり考えていけばいいかなというところでございます。では、さらにこちら出現エリアですね。はい、まあ先ほどのものよりだいぶ幅狭くなってるので、選ぶ分には非常に使いやすいんですけど、今ここね、面白いですね。1列目が一番簡単。10個。で、2列、3列、5列。めちゃむずの16個でございますの幅ね。幅の話ですよ。はい。なので、まあ、ここは1列目、簡単なんだったら1列目の予想に使えばいいし、で、7列目は前回7が簡単だったから、前回7も使えばいいし、で、じゃあ他のところ見ていくと、まあ共通項的に、まあ5列目は両方とも難しいので、まあちょっとまああんまりこう、変にね、テクニック使うというか、まあ噛んでいく。で、2列目、3列目に関しましては、まあちょっと要相談、両方照らし合わせて、なんか違うとこあれば、そこをちょっとこう削っていくみたいな感じで、やるのがいいんかなと思うんですけど、やっぱりまあ基本的にはまあ、1列目と7列目以外、中数字っていうのはまあ難しいものなので、まあそこをどうこうね、アイデアでやっていくかっていうのをまあいろいろ解説させていただいてるつもりでございます。で、さらにこちら。はい。これトレンドの、上位ですね。まあ上位とかも全部なんですけど。はい。で、ここ見ていくと面白いのが、まあ赤くなってる文字も緑になってる文字もめっちゃ多いよねっていう話になりますから、まあ使いやすさで言ったら多分こっちなんですよ。
ピンポイントでスポットで狙うとかじゃなくて、狙いやすさで言ったらこっちですよね。ただ、ここの使い方としても一つ工夫していただけたら、まあいいんじゃないと思うんですけど、例えば25という数字っていうのは、そうですね。例えば6列目の2のところにもある。で、7列目の3位にもあると。じゃあ27ってどうだと。27は、ここもそうですね。5列目の2位にもあると。考えていくと、いや、じゃあ1位と2位だけで、12分に狙えますやんっていう話になるから、ちょっと減らしたいんだというところで考えていくと、まあ3位なんかはガッと削って、まあ1位と2位だけで、まあ選べるやんって、まあ、それなりの番号はあるんですが、まあそういうふうに使えるよね、というふうな感じで、まあ考えていただけたらいいかな、というところでございます。で、出現の方なんですけども、こちら。はい、1、1、10、10、20、20、30。最近、似てるんですよね。ほとんど変わらないよね。ということで、まあ、比較していくとこちらでございます。はい、現状を見ていくと、まあ、トレンド数字的には、まあ、と、前回多分と何が違うかっていうと、6列目が20なのか30なのかの差なんですよね。で、考えていくと、まあ、基本だから1列目、2列目、まあ、1の桁で2つ組んで、まあ、他、じゃあ10組んで、20組んで、31個組むみたいな感じでやってもいいのかなっていうところなんです。まあ、これがいわゆる応用編なんですけど、まあ、ここもしっかり、とりあえずだから今20強いの30強いのみたいなところを、まあ、はっきりさせていくと、まあ、じゃあ20強い回作ります、30強い回作ります、みたいな感じで、まあ、使い分けるとね、どっちがいいかっていうのがわかるのかなというところでございます。で、さらにこちら。はい、トレンドで、さっきの表をばらした場合、ここ31個でございますね。じゃあ、ここないのがトレンドの削除見込み数字ということで6つ出てると。で、さらになんですけど、トレンドで3回以上出てるものってちょっと僕出ないんじゃないと思ってるんで、18、28、36、3つ。そう、この28がちょっと厄介なんですよね。6列目では4回、7列目で3回だから、ちょっともうわかんないんだよね。28は、だから、ある種削除しない方がいいのかもしれないです。そういうところだと。けど前回僕それでやられたんで。はい。はい、行きましょう。変化法でございます。現状こちら。はい。一応貯金4回分ね、集めて、まあ、近いか遠いかっていう話を、させていただきたいと思うんですけども、まあ、とりあえずまずよく出てるやつっていうのが、まあ、4回分で見たら、68、25、27、28ですね。これがまあよく出てますね、と。で、エアポケット的に見ると30から32。ここがまあ、隣でもないし、2個隣以上みたいな感じなので、この辺ちょっとまあ今エアポケットでまあ使わなくてもいいかなっていうイメージで変化法で見ると。で、まあ、直近分で見ると、例えば4位、4が4回前なんですよ。で、1って書いてるのが 1回前なんです。前回ですね。だから4から3ってどうなのって見たら、4から3って全体的にちょっとそれなりに、まあ、近くはないっていうね。その列で見たら。まあ、6列目あたりは近いですけど、じゃあ、次3から2って結構近所番号が、出てるんですよ。これ面白いですね。3から2。ただ、3から2って言うと4の10、4列目の18ですね。これ同じだったんですよね。一緒なんですよね。で、じゃあ2から1ってどうだと。まあ、ちょっと離れてるかな。というふう、まあ、結構離れてるんですね。だいぶ離れてるので、まあ、7列目以外。で、考えると、まあ、離れてる、近い、離れてる。なので、じゃあ、もしかしたら、近い来るんじゃないってことを考えると、まあ、前回の当選番号の近所の番号は、ま、押さえておいた方がいいし、まあ、前回の当選番号は、そもそも、残しといた方がいいと思います。削除しない方がいいと思います。はい。で、4回分の両隣の番号を集めたのがこちらでございます。で、ここね、見ていただくと、同じ番号なんかもね、入ってたり、その重複分省いていくと、こうなります。34個あります。で、ない番号が、3つですね。さっき言ったエアポケット30、31、32なんですけど、まあ、これを、まあ、どう考えるかっていうところは、まあ、難しい話なんだけど、まあ、37個。まあ、あんま変わんないよね。それで言ったらね、正直変わんないですね。はい。では、削除数字のまとめ見ていくと、こちらでございます。はい。トップ5で5つ、トレンドで6つ、トレンドの3回以上で3つ、そして変化法で3つということでございます。まあ、ここからね、選んでも結構失敗してることが最近僕多いので、で、あればというところで、まあ、ちょっとなんかその、なんつっていいかな、ここにない番号でやってもいいかなって思い出してるところもあるんですけど、まあ、じゃあ、14、15、ってあって、じゃあ13ってあるって見たら13ないから、じゃあ13いっとくかみたいな、いう考え方も一つだし、まあでも、全部これダメよってわけじゃないので、この中で何個か出たりすることがあるので、まあそれをちょっと引いてしまっている自分が運が悪いというふうに、まあ考えるようにしております。はい、じゃあ今回ですね、ロト7解説動画させていただいておりますが、
まあ、最近ちょっとそう、当たってないから、なんか嫌だなと思ってるんですけど、まあ、これ別に、まあ、そらそうだなって自分でも思うんですけど、一応まあ、要はデータの抽出方法と自分のその購入方法に対しての、まあ、こういう考え方でやらないといけないから、こういうデータで導き出すよねって。まあ、要は基本ベースは統計学なんですけど、まあ、多いか少ないか、少ないものはまあ出ない可能性あるっていうだけのことなんですが、まあもちろんその少ないっていうのも絶対的に約束されてるものでもないですし、まあそれなりに、データ的にはまあ、まあ間違いないんだけど、まあもちろんね絶対数多いので、そこがまあもちろんダメなところではあるんですけど、まあとはいえやっぱりまあ基本ベース僕全数字は買わないといけないと思っているので、まあそれを崩してしまうと、まあじゃあ10個減らしました、20個減らしました。まあ極端な話7つの中で、当たればいいんですけど、その選んだ7つに、何個いっちゃうのっていう話になるので、まあ、やはり難しい。ゲームとしてちゃんと考えないといけない。母数があって、その中から選ぶゲームだと。じゃあ、その母数を全体像ちゃんと捉えた上で、まあ、省くにしても、どういう理由で省くっていうのをやらないといけないと思っているので、考え方は間違ってないと思います。ただでも、選ぶの結果むずくないっていうところが、まあ、運の要素だったりするので、まあ、自分が使ってる攻略法なんか、まあ、たまたま隣に揃った場合は当たるよねっていう風な、まあ、設計してるんで、まあ、知識プラス運ですね。まあ、これに尽きるかなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきます。ありがとうございました。